本日はお忙しいところお集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいまよりシアター E9 京都2021年度プログラム発表記者会見を行います。司会はシアター E9 京都事務局の福森が務めます。まずはじめに弊館副館長柳美和よりご挨拶申し上げます。皆さん今日は本当にお忙しいところお越しくださいました。ありがとうございます。今日は館長の重山明がちょっと欠席ですので私が代わりましてご挨拶をさせていただきます。2019年6月にですね、いろいろな方に支えられながら大波小波のその困難を乗り越えてやっとオープンしたシアター E9 なんですけども、それから1年も経たないうちにこのような新型コロナウイルスの大きな波に襲われてしまいました。ちょうど1年前のこの月ですね、4月に世界中が新型コロナウイルスを前にその右往左往している時、この劇場も社会とともに大いに揺れて、春から夏は休館と再開を繰り返したような状況でした。でそうした状況の中でも、劇場にお客さんが来ないまま参加できる無人劇、これは阿郷聡氏が行ったものですけども、パフォーマンスに始まり、一人ずつ見ていただくようなそのインスタレーション形式の舞台、そして観客のお客様を迎えるようになってからは人数制限とさまざまな感染対策をしてできることを模索しながらの1年が過ぎました。もともとこのエリアはですね、京都市東南部エリアは長い歴史があって地域住民の皆さんの絆が非常に深いところですから、こういう新しい劇場を受け入れてくださるということがとても大事だったんですけども、一緒にその活動できる機会も増えてきて、とても心強い限りです。でいよいよ京都市立芸術大学の移転も近づいてますので、若い世代からのその注目も集まって活力も生まれてきていると思います。ただ今はまだ夜になると日が暮れたらこの劇場の明かりがこうポツンと灯っていて、冬場なんかはその明かりをこう目指して来てくださるお客様も多かったのではないかと思います。ただそのうちにこの劇場の明かりよりももっと大きな華やかな明かりもこのエリアに増えていくかもしれません。ただ今この一つの小さな明かりがですね、民間のこの小劇場、ここでなければできない役割があると思います。でそれは作り手と観客が近い距離で文化を生んでいくということで、そして若いアーティストもベテランのアーティストも同じ劇場でそれぞれ一人の作り手として出会うことができるということ、観客の皆さん、地域の皆さん、この地域の歴史であるとか多くのつながりを持って作家が、作り手が自分のその領域の外にこう歩み出すことができるということ、もちろんそういう昨今のつながりの多さというのを逆行してですね、個人として自分に向き合う、一人きりで制作を行うという表現者も大歓迎です。一人きりの表現というのは、私はもともと現代美術作家で今も両方をやって、舞台と、美術と両方やっておりますけども、一人きりの表現っていうのはとても大切なことで、一人で作って見せて店じまいをするという経験は表現者にとってもとても大切なものだと思っています。シアター E9 はそういうふうに使っていただける、貴重な場所だと自負しています。これ個人的な話ですけども、私はここ2年ほどアジアの伝統歌劇というものに関わっていまして、そこで強く感じるのはそういったものは本当に宗教儀礼と娯楽の間中間にあるなというのをいつも感じています。神様に見せるか人に見せるか天に見せるか地に見せるかっていう、なんかそこのところでこうすごく変化する、言ってみたらちょっと節操がないとも言えるかもしれないんですけども、それがその歴史の中でこう混ざり合っているのが芸能の魅力でもあるんですね。ですからアジアの伝統劇なんかはその個人の表現というのはちょっと
まあ、2の次といったなんですけども、そういう順番になると思います。もともとアジアですから、その個人の在り方っていうのが、まあ、ヨーロッパとか西洋の方とは違うものだと思います。で、まあ、このシアター E9 はやはり現代の劇場ですから、そういった伝統とか娯楽ももちろん大事ですけれども、やはりその個人の思想と新しい試み、これを尊重する劇場であるべきだと思っています。それが、まあ、芸術がより豊かに自由になるための場所で、ありたいと、そういう願いにつながっています。まあ、実際この30年ほどクリエーションの世界を恐ろしいほどその加速していったように思います。これは私の実感です。今活躍している作家というのは、驚くほど多作で多忙で決して休まない。で、美術の話になりますけども、一人のその作家が美術館で一つ個展をするためには、美術館を全部満たすためには普通だったら数十年の時間がかかるわけなんですけども、まあ、今はちょっと事情が変わっています。まあ、資本が投入されたファクトリーのような作り方で、まあ、量産って言葉が悪いですけども、作品をたくさん作ることができます。で、世界中に、アート作品を専門に受注する、まあ、デジタルコンテンツから巨大な彫刻まで作れるファクトリーが世界中にあります。で、世界中でその大規模の展覧会であったりとか展示がどんどん行われるわけですね。で、こういった加速は作り手だけの問題ではなくて、それを受け取る側、提供しようとする側の加速であり、社会の加速でもあると思います。ただ舞台芸術は身体を伴いますので、その加速についていくことができない、できにくい、でこれが舞台美術の一つの大きな強みであり、まあ、最後の砦なんじゃないかなと私などはいつも思っています。まあ、同時に日本ではその町おこし的なアートが、最近盛んになっていまして、多くの作家が地域やその歴史に関わって創作の幅を広げていますけれども、ただですね、この地域のアート、その地域アートの盛り上がりがもはや10年、もしかしたらもう20年、時間を経過して、いる状態です。で、そこで、まあ、最終的にパブリックに、まあ、残るもの、そういう地域アートというのは、残って選ばれるものというのは、まあ、経済的な側面や内容など、まあ、さまざまな意味で華やかな、そして、万人が飲み込みやすい、まあ、ある意味手堅いエンターテインメントであるのも事実なように思います。まあ、本来どんな町でも、そういった華やかなものだけではなく、アーティストが一人で表現に挑める現場、それがどんなにささやかであっても、作るものが断片的なものであっても、そういう場所がですね、文化の未来につながることは間違いないと思っています。東ドイツの劇作家のハイナー・ミュラーが、作り手というのは観客が作品を見て、思考する機会を決して奪ってはいけない、議論する機会を決して奪ってはならないと言ったんですけども、芸術のもとにですね、人を集めるシアターは言いないんですから、その言葉は何度も肝に銘じなければいけない、今はそういう時代になったと感じています。今日こうしてアーティストの皆さんがたくさん集まってくださって、それを支える皆さんも集まってくださったことは、シアター E9 にとってはとても大きな励ましになりました。同時に果たすべき責任を感じています。まだまだ厳しい状況がちょっと続くと思うんですね。しばらくは流動的な状況になると思いますけども、今年度もさまざまな状況に劇場として対応しながら、まあ、知恵を凝らしていきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。今日は本当にありがとうございました。
それでは閣下支配人影山陽太より、昨年度2020年度の報告を行います。皆様本日はお集まりいただきましてありがとうございます。アーティストの皆様ありがとうございます。昨年はコロナ禍が始まったところで、年間のプログラム発表は私と阿古さんと2人でここで撮影をしたものを配信するという形になり、なっておりました。それからもう1年が経ったんだなというふうに、思って、今日ここに立ったわけですけれども、本当にまだまだこれからどうなるかわからないんですけれども、今日この日を迎えられたことを本当に、とても、感激しております。本当にありがとうございます。それでは2020年度の報告、昨年度の報告をさせていただきます。オープン2年目となる2020年度はコロナ禍の影響により私どもも予定されていたプログラムの中で6本が開催中止、9本が開催延期を余儀なくされました。その結果主催事業は10本、共催事業が4本、貸し館公演は18本の実施にとどまりました。その一方で劇場独自のオンラインチケットシステムですね、シアターイナイン京都ではオープン当初より独自のオンラインチケットシステムを持っております。それから SNS、 私たちが持っております広報媒体等を活用した劇場での上演以外の方法による新たな取り組み、これをシアターイナインエアというふうに名付けまして、新たに10本のプログラムを実施していました。その結果総公演数は42本ということになりました。観客の総動員数については劇場が4368人、オンラインでのご参加が1102人で、これは前年度比で約半数という結果になりました。それから E9 サポーターズクラブですね、これは年間シアター E9 京都を応援していただく会員制度なんですけれども、コロナ禍でプログラム数が大幅に減少したにもかかわらず S 会員、これは年間5万円の会員になります。これが5名様、それから一般会員年間3万円の会員の方が55名様、それからアンダー26の会員、これが年間2万円5名様、それからエリア限定会員の方が21名、計86名のご入会をいただきました。非常に厳しい劇場運営に直面する中で大きな支えとなっていただきました。本当にありがとうございました。また地域に根ざした劇場としまして、前年度に引き続き京都市主催によります機運醸成事業を受託いたしました。この事業は京都市が2017年に策定しました京都駅東南部エリア活性化方針に基づくもので、今回は映像で綴る東九条2020-2021、健やかであること、小さくあること、市民と共にあることと題しまして、3つの映像作品を企画制作し、シアターイナイン京都と南区にあるミニシアター京都南会館で上映いたしました。またウェブによる動画配信も行いました。いずれの作品も東九条の町に暮らす人々と芸術家や学生たちとの交流の中で作られたもので、文化芸術と若者を基軸とした新たな町づくりを進めるという、京都駅東南部エリア活性化方針を実現していく上で大変貴重な機会となりました。さらにシアターイナイン京都が2017年の発足当初から参加しております全国小劇場ネットワーク、これは全国21都道府県約40館が参加しておりますけれども、この劇場の多くがコロナ禍で活動休止となってしまいました。その劇場の再開のためにクラウドファンディングを実施いたしまして、その結果全国1000人以上の方から目標額の1000万円を上回る1300万円を超える寄付をいただきました。民間小劇場の窮地を救っていただくクラウドファンディングとなりました。最後にネーミングライツ企業の寺田倉庫様をはじめ特別協賛をいただいております株式会社八瀬様、株式会社グランマーブル様、株式会社浩二様には
劇場建設へのご支援に引き続いて、昨年度もシアター南京都の運営に多額のご支援ご協力をいただきましたことを、ここに改めて厚く御礼申し上げます。本日はネーミングライツ企業であります寺田倉庫様よりメッセージをいただいております。私が代読させていただきます。いにしえより芸術文化が息づく町京都には、本物を追求する創造性豊かな芸術家の活動と、それらを認め支え合う観客と市民の強い思いが根付いています。寺田倉庫は拠点とする東京天王洲における芸術文化発信施設の運営を通じ、現代アートのステークホルダーをはじめ、より広いアートファン層に開かれた展示公開を行う場を創出するなど、文化創造を企業理念に掲げる立場からシアター南京都を支援、今年4度目の春を迎えました。新型コロナウイルスの感染症拡大により、多くの芸術家の活動と生活には大きな影響が及びました。京都を元気に、そして一人でも多くの方にこの場所に足を運んでいただきたいという思いを胸に、引き続きバックアップに努めてまいる所存です。関係各位のなみなみならぬご尽力に敬意を表し、本年度のシアター南京都のご成功を記念いたします。代表取締役 CEO 寺田倉庫、以上です。ありがとうございました。それではこれより本年度のラインナップ紹介を行います。まずはじめに閣下芸術監督阿郷聡氏よりラインナップ全体についてのご紹介いたします。改めまして皆様こんにちは。本日はご参席いただきましてありがとうございます。アーティストの皆様本当にありがとうございます。この1年もう本当に正直申し上げましてきつかったです。つらかったです。しかし、本年度も昨年度も9月以降いろんな制約の中で無事、20年度のプログラムを終えました。皆様のご協力のおかげで劇場大きな事故もなくここまでやらせていただいております。そして、今年はさらにそのコロナという存在が分かった上で、しかも昨年の夏から秋にかけてまだまだ予断の許さぬ緊張感の高まっている中で、21年度のプログラムにご参画いただきましたことを本当にありがたく思っております。コロナというのはなかなか辛いことばっかりでもありますが、日常や自明のことを改めて問い直す、そういうような機会にもなったかなというふうに思います。ささやかなことからでも問い直す、そういうことはなんか創造性の第一歩じゃないかな。ですからもう今全地球上の皆さんが、あるいは芸術家になったような創造性豊かな時代を迎えているんじゃないか、なんかそんなふうな希望も込めたいというふうに思っています。重ね重ね、厳しい状況の中ご参画いただきましたアーティストやスタッフの皆様に敬意と感謝を申し上げたいと思います。私どもはさまざまな限りある資源の中でできる限りの環境を整えて上演しお客さんを迎えたいと思っております。その一つの制度としてはアソシエートアーティストという制度もございます。これはアーティストのサポートと申しますか、共同作業、アーティストと一緒になって作品を作っていこうというような制度です。1年目はモナコソさんに着任いただいて、20年度はネジンピジンさんに、3年目今年もまた公募をかけてどなたかにと一緒にまた素晴らしい作品を作ってまいりたいというふうに考えております。主催事業におきましては実にさまざまな方々にご参画いただいております。冒頭副館長の柳よりもご案内ございましたが、非常に若いアーティストから世界の股にかけて活躍されているベテランのアーティストまで、さまざまな方々の作品あるいはジャンルを超えた展覧会等も予定をしております。本来でしたら今年参画いただけます全てのアーティストに来ていただいてメッセージいただければと思ってはいるんですが、本日はコロナ禍ということで、その中でも最大限皆様に来ていただいて、このような機会を持たせていただけますことを改めて感謝申し上げます。本日はどうもありがとうございます。
それでは本日お越しいただきましたアーティストの皆様にそれぞれのプログラムについてご挨拶をつけたまり、ご挨拶たまります。はじめに主催公演の皆様をご紹介いたします。キャバレー E9 2021の企画構成、そしてご自身も出演されますメカブさん、エリアナさん、どうぞ前へお越しください。皆様はじめましての方もお久しぶりの方も、皆様今日はお目にかかれて嬉しいです。こんにちは。私は、今回のキャバレー E9 企画構成そして出演で関わらせていただいてますメカブと申します。同じくエリアナです。どうぞよろしくお願いします。何から話したらいいかなと思ったんですが、このキャバレー E9 という企画なんですけど、あ、カメラはい、ありがとうございます。キャバレーというものを皆さんご存知でしょうか。もう数少ない施設になっているんですけども、キャバレーというのは一般的にお酒を飲みながらこうワイワイいろんな職業ジャンルの人たちが語り合うサロンとして、そうですね、1900年代にまあヨーロッパから火がついたそういう施設のことなんですけども、ご覧の通りこちらは劇場でお酒を飲むことができませんが、しかし今日本にもあったキャバレーという施設はほぼなくなっておりまして、このキャバレーでお酒を飲みながら見られていたダンサーたちは今どこに行ったのかということなんですけど、ちゃんと今でも生きております。そしてこういう劇場で私たちは踊るという時代になってまいりました。なのでお酒は持ち込めないんですけども、隣のカフェで一杯引っ掛けて、もしくはご自身で缶チューハイなどを引っ掛けてこちらに来ていただきたいなって思っている企画でございます。そしてこのキャバレー E9、なぜこういう運びになったかと申しますと、私とエリアナが2016年から毎月月に1回キャバレーショーを企画主催出演をしてまいりました。そして去年の、2020年の3月にこちらの E9 を思い切って貸し切って開催して、そちらで最終回を迎えました。延べ4年間毎月ショーに出続けて、年間何十本ものショーをそこで私たちはしてきました。そしてその去年こちらで行った公演をこちらの影山さん、阿郷さん、劇場の皆様が見てくださって、これは一緒にやりたいというふうにお声掛けをいただき、もう最初で最後の劇場公演だと思っていたんですけども、今度は企画構成という、そちらのポジションもいただいて、我々またこちらで踊らせていただくことができました。で今回は劇場主催ということですので、劇場ならではのプログラムも用意しております。もちろん私たちの、ね、お色化粧やボードビルという、風刺を交えた笑いを含めた軽演劇、音楽を奏でるジャンルですとか、ベリーダンス、ポールダンス、そして音楽の演奏などいろんなものを用意しているんですけども、中でも一番の目玉はお二人のショーもご用意しております。はい、トム&ボブというこちらのクマさんの写真、こちらは影山さんと阿郷さんのショーでございます。4月15日初日お二人も舞台に上がられますので、ぜひジャンルレスなこのショータイムを楽しみにしてください。ではエリアナから、はい、劇場でキャバレーをということなんですが、もともとは大人がお酒を飲みながらちょっとお色化粧、そして手品とか漫談のようなものを見る世界だったものが今は劇場で見れるということで、なんと子どもさんも見ていただけます。もちろん子ども料金とか用意していないんですが、私たちはちょっと子どもが見ても大丈夫なレベルのお色気でやっておりますので、実際に娘さんとお父さんが一緒に来てくださったりもするんですよ。子供といっても、ちょっと高校生だったりとかもするんですが、本当にそういう親子さんで来てくださる
の何組も見てきましたので、皆さんもぜひそういうふうにこう言っていただければまたキャバレーの世界が広がるんじゃないかなと思いますのでよろしくお願いします。で、先ほどの支配人と芸術監督の作品私がプロデュースさせていただいてますのでお見逃しなくお待ちしております。ちなみに副館長の柳さんの息子さんも、もうこんな時から私の裸で踊る姿を見て育っております。ありがとうございます、はい、それでは皆さんお待ちしております。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました、続きまして、ショーケース企画コンティニューより京都舞台芸術協会理事長であり鳥公演の演出としてご参加いただきます渡名柄さんです。ありがとうございます、京都舞台芸術協会の理事長をしております和田と申します。このコンティニューという企画はシアターイナイン京都と舞台芸術協会協力して昨年準備をしていたんですけれども5月の開催をコロナウイルスの影響で延期いたしました。延期をした後に、まあ、次いつやるっていうのをまあ決めるということもあったんですけれどもそれ以外にもいろいろこの状況下でどのように活動を続けていけばいいのかあるいはお互いがどのように連帯していけばいいのかということを劇場とアーティストと協会が継続して話し合う場を持ってまいりました。その中で生まれたアイデアを昨年度は関連企画という形で小さなささやかな取り組みのでしたけれども続けてまいりました。まあ改めてきちんと公演という形で皆さんに作品をお届けできることを嬉しく思っております。出演するアーティストは鳥公演と NPO 法人大阪現代舞台芸術協会ダイブさんのプロデュースの作品と正直者の会さんとドキドキボーイズというバックグラウンドやキャリアやさまざまな4団体が作品を上演いたします。ぜひご覧いただけると嬉しく思います。またこれまでのこのコンティニューの試みについてご紹介できるような機会として来週12日にオンラインでプレートークイベントも予定しております。そちらもぜひご注目いただけました幸いです。よろしくお願いいたします。和田さんありがとうございました。では続きまして E9 2032て構成演出を務めます阿川聡よりご紹介いたします。はい、たびたび失礼します阿川でございます。 E9 2030は昨年のこの春の時期に4月に上演予定だったんですが延期という形で今年5月の上演をいたします。この公演は、この実際に町に関わっている方あるいは住まわれている方あるいはこれから関わるであろう方々当事者の皆さんと一緒に10年後の E9 あるいは10年後のこの町ということを設定にした演劇作品になっております。これ大学の先生やカフェの店主や俳優さんや建築家や法律家さまざまな背景の方々がここには登場されます。なぜこういった取り組みをしているかと申しますと一昨年前にこの町で都市計画変更というものの議案が提出されたときに私たちはその案に関してさまざまな疑問やあるいは不安やあるいは希望を持ちました。その時に行われたシンポジウムがございました。そのシンポジウムでご登壇いただきました皆様が中心になって、次は演劇という形で創造性を私たちも発揮してこの町の近い未来を描いてみようじゃないか、そういうような運びになってシンポジウムではなく演劇作品ということで登場人物たちのそれぞれの近い未来が表現されます。無料の公演となってございます。チケット今日発売今日から発売といいますか無料なんですけどですのでお申し込みください。どうぞよろしくお願いいたします。阿川さんありがとうございました。
では続きまして、阿郷聡志×野瀬雄介フリーアナウンサーよりご出演の野瀬雄介さんです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さんはじめまして、野瀬雄介と申します。フリーでアナウンサーをしております。今回ですね、演出家の阿郷聡志さんとともにですね、出演をさせていただきます。アナウンサーの歴史、日本で紐解くとですね、1925年、実はおよそ100年ほどの歴史がございます。で、当時最初に発生した言葉は、ああ聞こえますかという言葉でした。今では正直考えられないと思います。アナウンサーというふうな職業柄、言葉に非常にこだわりも持っています。そしてメディアの中で適切な情報を伝えていく必要があります。今回ですね、その我々アナウンサーという歴史の部分、どのように変遷して変わってきたかというその部分と、あとは言葉に対して、まあ阿郷聡志さんが演出というふうなところで我々の枠とはちょっと違う視点をですね、今回1時間ほどの中でお伝えができればなと思っています。私最近この東九条近くにですね、引っ越してまいりまして、実はさまざまな変遷であったり歴史の部分をこの地域に住んで改めて感じている部分もあります。で、アナウンスの歴史も同じように大きく大きくさまざまなものが変わってきているなということを、今回この企画を一緒に作っていく中で感じています。まあ、残り2ヶ月準備期間があるんですけれども、少しでも面白い言葉の演劇というね、変わったスタイルでさせていただければと思いますので、ぜひ皆さん6月末ご覧いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。大丈夫ですか？なんかちょっとだけ補足を、はいはい、説明があったと思うんですけど、野瀬さんは2階のコワーキングスペースのメンバーで2階でもお仕事されてて、この1年ほど前にね、本当、歩いてすぐのところに奥様と一緒にご転居されて、東九条の新しい市民としても、はい、活躍されています。というわけで、まあ、この冒頭の挨拶の時もちょっと言いたかって忘れてたんですけど、なんとかこの劇場が我が町の劇場だっていうふうに、この住んでる地域の皆様にも思っていただけるようにっていう願いも込めて、さまざまな活動をしていきたいなと。この作品もその一つでございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。野瀬さん、ありがとうございました。クラシックギターユニットディオシュシュより、岩瀬智雄さんと宇山ココナさんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ディオシュシュのファーストギター岩瀬智雄とセカンドギターの宇山ココナです。私たちは6月27日にここでクラシックギターの演奏をさせていただきます。普段皆さんがクラシックギターの音を聞くことは少ないと思います。この日はクラシックから映画音楽までさまざまな曲を演奏します。私たち2人は住んでいるところがここ東九条と南丹市の美山町で、練習する時間が少なくて大変なんですけど、本番に向けて一生懸命頑張っています。クラシックギターの良さを伝えられるように頑張りますので、よろしくお願いします。ぜひ来てください。お二人ともありがとうございます。院内では初めての中学生のコンサートですので、皆さんどうぞご期待ください。では続きまして、 E9 アートカレッジより、共同主催いただいておりますラ・ひまわりの、代表取締役高坂翔平さん、高根康代さんです。あ、こんにちは、よろしくお願いします。株式会社ラ・ひまわりの、代表取締役をしている高坂翔平と言います。一応言うときます。はい、同じくラ・ひまわりの代表取締役をしております高根康代と申します。なんか漫才みたいな、はい、まあ、シンプルに言うと2階のコラボアース E9 っていうコワーキングスペース、今ありがたいことに京都最大会員数270名になってるんですけど、の経営をさせてもらってるのが私たちラーヒマワリという会社です。で、まあ、そもそも一番最初ここに劇場ができて2階を借りさせていただくってなった時には、まあ、なんかただ上と下別々って面白くないよねって話してたんですけど、もうこの屋根1枚で1階と2階全然違う空間なんですね。2階はやっぱりみんながひたすらビジネスやってる。しかもこのコロナ禍でもうすごい苦悩とか逆に喜びとか充実とか落胆とかいろんなことがうごめいてる2階があって、その一人一人の起業家大体 14、5人が下でその日常の苦悩を阿郷聡志さんに演出してもらっていろいろ引き出されて
作るというのがこの E9 アートカレッジです。なので面白くて、前回第0期っていうのをやったんですけど、私と高野も出させてもらって、今まで自分たちが知らない自分に出会うこともすごく多く、めちゃくちゃ面白かったなと。仲間が出てて、あ、そんな仲間の、一面あったんやっていう新しい側面たくさん出れたので、ぜひ私たち起業家たちがどんなことに苦悩してて、どんなことに喜びを感じてるかを、どう阿郷さんがこう演出するか、今年もねすごい楽しみなので、はい、7月9日から10日ですね、ぜひ見に来ていただければと思います。じゃあやちゃんもぜひ何か一言言っておきます、はい。私は前回、去年の2月に出演させてもらったんですけれども、その時のテーマが闇だったんですね。でその中で阿郷さんにこうレッスンをしていただく中で、すごくこう自分でもびっくりするような闇が出てきまして、気持ち悪かったですね、はい、それをこう観客の方にオープンにできたってい こう体験をさせてもらってから、すごく上で私は支配人をしてるんですけれども、今まで以上に本当にストレスフリーで自分を出せるようになってすごい体験をさせていただいたなと思います。ぜひ楽しみにご覧いただければと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。では続きまして、田中泯×森本ゆり×頼田真美のコラボ公演より、ピアニストの森本ゆりさんにご挨拶いただきます。こんにちは、ピアニストの森本ゆりと申します。今日は参議院を代表して私寄せていただきました。私たちの公演は9月の30日から4日間にわたって毎日1回ずつ公演を行うんですけれども、まず尺八奏者の頼田真美乃さん、まだお若いんですけれども、16歳で大師範という尺八界に本当にもうセンセーショナルこう巻き起こした、本当に才能あふれる素晴らしい尺八奏者で、彼女は古典を中心に伝統の継承者として本当に活躍されている方 で田中泯さんはもう私申し上げるまでもない、もう本当に世界的にご活躍の素晴らしいダンサーでもいらっしゃいますし、もう皆さんご活躍ぶりは本当にご存知だと思います。で私は京都を中心に現代作品を多く手がけておりまして、アンサンブル九条山という現代音楽のアンサンブルにも参加しております。でこの3者が一緒にこう公演をするっていうことで、本当に世代もちょうどこう一回りずつぐらい違う3世代にわたっておりますし、こうやっていることもそれぞれがまた自分の持ち分というものでこう異なったものを扱っている3人なんですけれども、この1年間で音楽も踊りも本当に、大変だなと思うことはたくさんありました。コロナの初めの頃は配信という形で音楽も踊りも試みたりはしましたけれども、やはり少しずつ公演ができるようになって、その音楽も踊りもその手に取る形では残るものではないんですけれども、その同じ場を共有することによって、その踊りの生み出す空気や音はの震えっていう、そういう震えを共有できるっていうことが本当にどんなに素晴らしいことかっていうことを本当に実感いたしました。それで、プログラムとしては、私たち私と頼田さんのソロっていう今それぞれ練ってるんですけれども、バロックから現代作品、またその尺八の伝統的な秘曲なんかも交えて のいろいろバラエティに富んだプログラムに、そこに泯さんが身一つで乗り込んで来られるっていう、泯さんいろいろのものを手がけてらっしゃいますし、本当に舞台いろいろ演出も手がけてらっしゃるので、舞台なんかも美術なんかも凝ったものをされてますけども、今回は本当に私たちの演奏に泯さんがこう乗り込んで来られるっていう形ですることになっていますので、どんな公演になるか私たちも本当に楽しみにしております。
何か皆さんがずっと体験として長く残るものを持ち帰っていただけるようにと私たち3人とも思っています。よろしくお願いいたします。有本さん、ありがとうございました。昨年より1日だけの展覧会を開催いただいております美術家八木亮太さんと山城大輔さんです。山城大輔です。八木亮太です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。僕たちはそれぞれに個人として作家活動をしています。僕は映像を専門にして、八木さんはサウンドや映像や、マルチメディアのものを使って作品を発表しているんですけども、影山さんと阿郷さんからお話しいただいて、いわゆるこれ劇場でこう作るプロジェクトっていうものを一緒にやらないかというふうに声掛けいただきました。普段はなのでこう、展覧会として、美術館やギャラリーや、芸術祭のようなところで発表することが多いんですけども、劇場の中で行うプロジェクトというものを今回立ち上げました。僕と八木さんはそれぞれの作家で初めてこう2人で作品を作るっていうプロセスになるんですけども、今回このタイトルとしてセンサリーメディアラボラトリーというタイトルをつけています。で、上に八木亮太、山城大輔、あれ2月9日ではなくてですね、9分の2なんですけども、実はこれ9年間毎年1日だけの展覧会を行うという、形態を構想しています。で、昨年度は1月に1日だけ行いました。でその時の記録写真がこのような形なんですけども、触るものがこの展覧会の中ですごく多くて、体の中で、美術ってこう僕らが専門している美術は目で、基本的に楽しむこう表現手法で、実は目だけじゃないこう体験っていうのがたくさんあるんじゃないかと、例えばそれは空気の振動だったり、耳だったり、もしくは手の指先だったり、何なら髪の毛の先とか足の裏とか、それぐらい人間の知覚って目だけじゃないよねっていうのを八木さんとも話をしていて、この時はいろんなそういう自分の体で体験する鑑賞作品を行いました。でこの時は9人、1回に9人の限定 で4回公演を行うと、なのでこう展覧公演っていう名前をつけてこの時は行いました。で今年はですね、同じように1日だけの展覧会を行って、形式はどういう形になるかわからないんですけども、毎年毎年アップデートする形で2029年まで行う予定です。2人で話し合っている中で出てきているのは、なんか何年後かにはこうバスツアーのような、この劇場を飛び出していくようなものとかも、コロナが収まってたりすると、いや行きたいね、温泉旅行に行くようなこうツアー式のものも行きたいねみたいな話もこう話し合ったりしてます。八木さん、じゃあちょっと、そもそものプロジェクトの始まりはセンサリーメディアラボラトリーというのが、山城君が始めた、いわゆる、先ほども説明あったような、要は視覚聴覚、含むいろんなこう知覚を、総動員して、物と対峙するというか、それは作品じゃない、なんていうか、既製品のようなものであっても、なんか見たことないような手触りのものとか、聞いたことのないような音であったりとか、なんかそういうものを一緒に体験するっていう、かなり能動的な参加をこう、要求する展示だったので、今回のこの E9 の空間っていうのを、使って、普段展覧会するっていう時には、もちろんアーティストトークというか、ギャラリーツアーみたいなものっていうのはするんですけど、それより もうかなり濃密に作品を鑑賞してもらうっていう風なスタイルの、展覧、なんていう、展覧公演展覧公演だったんですけど、またこれもどのような形になっていくかっていうのは僕にとってもすごく楽しみで、さらに今、僕と山城君の2人の名前が冠のように出てますけど、そうじゃなくて一つのセンサリーメディアラボラトリー、ラボラトリーはつまり研究所なので、人格がそちらの方に乗り移っていろんな人が参加するような、プロジェクトにこう育っていくと、僕は面白いんじゃないかなと思ってたりとか、9年後には60人ぐらいのメンバーに、そうでバスツアー、いいですね、行けたらいいなと思ってます。いいですね、はい、じゃあということです、はいはい、今年も楽しんでやっていきましょう。あ、そうだ、1日だけなんで、僕らにとっては展覧会とは違う体験ができるんですよね。一日中いてお客さんと話ができるっていう、それが今年すごい面白かったので、また新しい出会いが今年、2021年度も行えるんじゃないかなと思ってます。ありがとうございました。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。それではこれより、共催公演のご紹介となりますが、本日は残念ながらご出席がかなわなかったゲストの方々より、ビデオメッセージを頂戴しておりますので順番にご紹介いたします。まずはじめに2021年度2023年度第2期アソシエートアーティストネジ美人さんよりビデオメッセージです。ダンサーのネジ美人です。2021年よりシアターイーナイン京都のアソシエートアーティストとして活動します。その活動の一つとして2021年6月にカンパニーネジ&コーの新作を発表します。作品のタイトルは Q と言います。きっかけ、手がかりや合図を意味する英語です。舞台作品で役者が舞台に登場したり、照明や音響が変化したり、上演中に起こる様々な出来事のきっかけも Q と呼ばれています。日本で新型コロナウイルス感染症が拡大し、日常生活にさまざまな制限が行き渡るようになってからおよそ1年が経ちます。1年を経た現在、改めて劇場で作品を上演する、劇場に集まる、つまり上演し直す、集まり直すとしたらどういうことになるんだろうかということを考えています。やり直す、物事に着手する、動き始める、体があることがそのまま出来事のきっかけであるような、そんな作品を構想しています。劇場でお待ちしています。はい、ネジさんからのビデオは以上となります。続きまして、2020年度から2020年度第1期アソシエートアーティスト、新聞家村越雄太郎さんからのビデオメッセージです。新聞家の村越と申します。映像で失礼します。新聞家がこの本年度の11月に予定していないんで、上演を予定している作品のタイトルは、追いずるというタイトルです。難しい感じですし、あまり聞かない言葉だと思うんですけども、これは巡礼の際に背負う、 こう箱ですね、箱とかと、背中が擦れないように保険で、1枚こう衣服、もともとの衣服の上からさらに着るもののことをこう追いずりと言うんですかっていうと、もともと思いつきは感染症対策で、アクリルとかビニール貼ったりとか、なんかそういうことをこう繰り返す日々だったと思うんですけども、この1年は結構思い出したのは、スマホの画面を守るガラスフィルムだったりとか、あとは防水スプレーを買ってきた革靴に先にこう吹きかけておくだったりとか、なんかそういうこう保護ですね、保護というか、1枚こう犠牲になるものを保険かけておくというか、なんかそういう感覚を思い出したんです。で、なんかこうそれぞれに任された保護、必要な保護なのか過保護なのかっていう部分でこう揺れ動いてる感覚っていうものにをテーマに、あるドラマをこう仕立てられたらなと思ってます。はい、ありがとうございました。村越さんからのビデオ以上となります。続きまして、照明家吉本由紀子による、真昼何もない空間さんについてのビデオメッセージです。
ありがとうございます。真昼の映像は昨年、シアター京都で行った何もない空間2の、記録映像となっておりました。はい、では続きまして、昨年閉館で開催されました京都学生演劇祭で院内賞を受賞されました劇団ファックスより、代表玉井さんにご登壇いただきます。はい、皆さん、こんにちは、劇団ファックス代表の玉井です。京都学生演劇祭の、2020にですね、院内賞をいただきまして今年一緒にさせていただくことになりました。で私自身としましては現在京都大学の大学院においてですね、人類の生存には芸術が、まあ、僕は演劇が必要だという観点で、研究をしています。で、今回の作品は、去年、イーナイン賞を受賞した時、まあ、僕が戯曲を書いて僕が演出した作品なんですけど、その時との、まあ、延長としてですね、まあ、日本の1960年代以降ですね、小劇場演劇が、まあ、おそらく考えてきたであろう、我々が重力に逆らって立つということを、そして、我々のこの日常的な言語から剥がれるということ、そういったことを、まあ、考えながら作品を作っていけたらなと思っています。で物語としましては、完全にエンターテインメントなので、一人暮らしの青年の四畳半にですねの押し入れに言葉を持たない女の子が降ってくると、でそこに突如訪れてくるサーカス団と一緒にですね、押し入れの中を旅していくという、そういった物語になってます。で押し入れの中は足の筋肉をひたすら鍛える人たちがいたり、あとは日本の昔話が流れたりですね、あとは、まあ、何ですかね、まあ、そういった、わけのわからない世界を一緒にこの少女と青年とが旅していくという、そういった物語になってます。はい、で学生の演劇祭でということで、メンバーもですね全員若者で、作っていこうと思ってますので、やんちゃしすぎて怒られないように頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。では最後に、9月のコラボ公演、そして2月ソロ公演と 2度ご公演いただきますダンサー田中美さんよりビデオメッセージを頂戴しています。ではお願いします。皆さんこんにちは、ダンサー田中美です。映像なんかで失礼します。本当はそちらに行って、ライブでお話しするのが僕はふさわしいとは思っているんですが、かなり窮屈な気分でおしゃべりさせてもらいます。この秋にですね、院内で、今まで院内ではやったことのない、即興のパフォーマンスを、女性ですが尺八の依田さんとピアノの森本さん、この2人と、即興のコラボをすることになりました。僕はもう数々の、即興のコラボをいろんな方とやってきてるんですが、お二人とも僕にとっては初めてのミュージシャンです。どんなことになるのか、ちょっとわからないんですけども、でも即興っていうのは本当にライブの醍醐味を十分に皆さんに味わっていただけるんじゃないかというふうに思います。同時に何が起きるか分かんないっていうのもライブです。特に即興と呼ばれているものは本当に哲学にもなったりする、ある種の人間の生き方の一つ、とっても大事な一つだと僕は思ってます。どうぞこう楽しみにしてください。準備万端、しっかりトレーニングして踊るつもりでおります。よろしくお願いします。それではこれより、定型公演、貸館公演のご紹介に移ります。まず定型公演より、7月に公演予定安住の地より代表の中村彩乃さんです。ご紹介預かりました安住の地という劇団の代表を務めております中村彩乃と申します。私たちは2017年に
今はもう閉館になってしまったんですけれども、アトリエ月見という京都にかつてあった、同じようなブラックボックスで旗揚げをさせていただいて、で、2019年に、E9 さんできた年にこちらで、させていただいて、で2度目の、ここでの公演というような形になります。で、2019年の時はうちは座付き作家が2人おりまして、岡本というものと、指導というものの2人体制でさせていただいているんですけれども、2019年は岡本の作品で、今回、7月15日から19日させていただくのがもう一人の作家の指導が、新作を書くということで上演させていただきます。で、まあ、いろいろとこのコロナの中で劇場さんもお客様も多分いろんな心配りをしないといけない状況だとは思うんですけれども、その中で私はやっぱり演劇は必要なものだと思っているので、いろんなものに気をつけつつ、でもまあやっぱりいつも通り楽しんでいただけたらなということで、いろんな気持ち込めてご来場お待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、1月に公演予定の同時カンパニーより、狂言師茂山千之丞さんです。よろしくお願いします。どうも、茂山千之丞でございます。これはなんか最後めっちゃ不利ですね。なんかどんどん面白いものがいっぱいあって、ハードルが上がってきて最後っていう感じなんですけど、E9さんとでは毎年できて以来ですね、去年が、浪曲と落語と講談と狂言の会をやらせていただいて、で今年ですね3月にコントいつもやってます100万遍というのを5年ぶりかなにやらせていただきまして、来年は多分なんか狂言をウェブで配信しながらお客さんにも見てもらったり、お客さんから投票してもらって、なんかお題をねネットで募集してその場で即興で狂言するとか、なんかそういうことしようかなと思ってるんですけど、何も決まってませんまだ。ただこうやって伝統の人間がですね、現代劇の小屋とかにでこう出てくると、いうのにあたってはもうとりあえず何でもいいから毎年やるのが大事かなと個人的には思っております。やっぱり腰掛けで何回かやって、あ自分らの伝統の世界に戻りよったなというふうにやっぱり見られますので、同じ京都にね、根を張って、うちの家は250年ぐらい京都にいますけれども、イーナインさんもぜひね200年も300年も京都でやっていただくためには、僕らもなんていうんですかね、ちょっとしたお付き合いではなく本気で、腰を、据えて、お付き合いしていくんだという意味も含めまして、何かしらをこう毎年一度は咲いて、イーナインさんで今後もやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ではこれより、定型公演貸し館公演の皆様を私の方から、団体名のみとなりますが、ご紹介させていただきます。月ごとにご紹介していきます。5月、館から館、NPO 法人京都コリアン生活センターエルファ、高槻シニア劇団そよ風ペダル、6月キノジーセブン、ラピュタシップ、千夜語り、7月、この下闇、笑いの内閣、8月、下鴨車窓、陰彩中×開花、劇団三毛猫座、9月、北まり、キキキキキキキ、壁の花壇、ドラカン、遊撃隊、10月、ブルーエゴナク、カンパニースコープ、11月、太田真紀&山田岳、正直者の会、山田節子&倉田みどり、12月、トリコ A かけるサファリ P、ルドルフ、カラスマストロークロック、1月、カンカラカン、2月、モノクロームサーカス、3月若旦さんとご隠居さん、
NPO 法人スイング×成田舞×片山たつき糸操り人形一子座、はい、それ以上の公演が2021年度シアターインナイン京都の年間プログラムでございます。それでは続きまして2つのプロジェクトのご説明に移ります。お手元資料最終ページにございますシアターインナイン京都上演作品アーカイブについて阿郷よりご説明をいたします。失礼いたします。アーカイブプロジェクトの前に一つだけ公演のご案内を私から申し上げます。京都エクスペリメント京都国際舞台芸術祭2021オートムが10月の11日から24日で予定されています。この国際舞台芸術祭も長く10年続けられて新しい新体制で始められるということ でこの度私どももその実行委員の一員として参画し、影山支配に中心にこのようなプロジェクトをスタートさせております。今般の京都エクスペリメントにつきましては21年度から始まる新しいプロジェクト22年からまでの2年間にわたり私どものこのシアターインナイン京都の空間で実験的な試みを行う作品プランを公募いたしました。まもなく選出されて選出されたアーティストがこちらで2年間にわたって創作そして上演の運びとなっております。実験的表現が生まれるプロセスを育む場となることを目的としております。ご案内漏れましたこと大変失礼いたしました。続きましてプロジェクトシアターインナイン京都上演作品アーカイブにつきましてご案内申し上げます。こちらは2020年度より閉館とそれから京都市立芸術大学芸術資源研究センターとの共同プロジェクトになっておりましてこの E9 で上演される作品をアーティストの了承を得たものは基本的にすべてアーカイブしてまいります。このプロジェクト昨年の1月から実験的に試みを始めて本年2年目という形になっております。我が国においては小さな劇場で上演される舞台芸術作品を体系的に記録してその記録を蓄積していくシステムというものがあまり十分には存在してございません。記録作業は基本的にカンパニー各劇団カンパニーに委ねられていて公共的あるいは恒久的に記録を保管し舞台芸術の豊かさを時代に継承していくための仕組みが不足しています。これらの課題意識を芸術センターの先生方研究の皆さんとも共有させていただいて実施しています。一昨年この1年間は私立芸術大学の学生さんのサポートを得てやってまいりました。今年は先月に学生さんのみならず一般の方々にも広く公募をメンバーの公募をいたしまして学生さん働いている方アーティスト研究者さまざまな方々10名の方々と一緒にまず今年プロジェクトをスタートしていこうというようなことでございます。現在アーカイブというのはなかなか大変で設備も必要なんですが非常にわずかなカメラ1台パソコン1台今はそのような装備ではありますがこの限られた資源の中でどういったことがこのアーカイブの手法としてあり得るのかあるいは蓄積されたものがどのようなプラットフォームで誰に向かって共有されていくべきかそういったことを月1回の公開の研究会議論を実施しながらこのプロジェクトを少しずつ進めてまいりたいというふうに考えております。この小さなこれもまた実に小さな取り組みではありますが今後少しずつ大きな動きとなって舞台芸術が記録されシェアされ現在に生きる芸術家にも還元され未来の研究者にも還元されそのようなものになっていけるように努力してまいりたいと思います。ありがとうございました。では最後に影山よりベースの立ち上げについてご説明いたします。お手元の資料は19ページにございます。ベースについてお伝えいたします。このコロナ禍において私ども民間の芸術発信拠点がですね
例えば公的支援がまあ全くないと、あるいはそういうのを受けようとしてもそういう枠組みから除外されているということを改めて実感いたしました。これは私どもに限らず全国この国においてそういう状況があるということです。コロナ禍で明らかになったことではあるんですけれども、こういう状況というのは実は以前からあったわけです。公的支援があれば何か講演をやる、なければやらない、あるいは公的支援を得るためにその公的支援が得られるような書き方で企画を考えて提出するといったことが長く続いております。そういった中で改めて私たち民間劇場でありますけれども、パブリックな存在であると、パブリックな存在である劇場はパブリックによって支えられ育まれていくべきではないかということで、これは私ども劇場委員会を創立するところからする以前からテーマとして考えてまいりました。そういった中で先般新しいベースという団体を立ち上げました。京都市内の文化施設であるアート複合施設熊城、アートギャラリー、そして国際写真展覧会をやっておりますデルタ、これは京都グラフィー、ミニシアターの出町座さん、それからライブハウスのクラブメトロ、そして京都信用金庫と共同いたしまして現代芸術の場を支援する新たな基金の設立を目指したベース、バンクフォーアートサポートエンカウンターズという団体を今年2月19日に立ち上げました。この基金は京都の現代芸術の表現の場を支えることを目的にしております。コロナ禍を受けて、例えば私たちのような一般社団法人は事業者向けの助成や融資などの救済措置の対象外になるなど、救済制度の網にかからないなどの事実が非常に明らかになりました。未整備な環境に対して私たち自身でその課題に向き合い、少しでも状況の改善につながることができればという思いで関係各位に呼びかけて参画をしております。これからどの程度の規模でいつからこういう支援をスタートできるかというのは私たち自身今後の努力次第だと思っております。今の予定では6月に法人化いたしまして寄付窓口などを開設いたします。9月からはビジネスパーソン向けのアート講座を開講いたします。また参加団体が共同するアートイベントなどを実施しまして、そこで出会うさまざまな方々とともにこの基金を育んでいくことができればと考えております。シアター A9京都としては新たな財源を獲得することで舞台芸術家にの場に場の提供や資金の提供につながるよう努力を重ねたいと思っております。これからの取り組みであります。おそらく民間の芸術発信拠点、現代芸術の芸術発信創造発信拠点と地域の金融機関銀行が手を組んでこういう仕組みを作っていこうというのは全国初めての取り組みだと思っております。京都から発信してこういう取り組みがさまざまな形で全国に広がっていくこと、そういったことも私たちとしては展望しております。これからのプロセス、できるだけ皆さんにそのプロセスも含めてオープンにしながらこの事業を成功させていきたいと思っております。どうぞこちらの方にもご注目いただいてご支援を賜りたいと思っております。ベースについては以上です。ありがとうございました。